せーの、僕たちはありがとうございます。チェーンアップを超えたと思います。バラバラ決まりましたね。決まりました。バッチリ決まりましたね。なんでそんな気持ちいい顔できんの、はい、ね、バラバラよ。29歳たちです。はいはい、はい、来年30です。お願いします。やりました、はい、50とか聞こえたけどね。4つね、50周年で、うん、はい、この前に出てこちら、ああ、もう味がチューンナップされたじゃん。公式がチューンナップデブをやり始めた。チューンナップデブ。まさか。オフィシャルですよね、はい、これ、半々のやつ。というわけで冒頭でもお話した通り、はい、我々は、はい、そのチューンナップを超えます。あ、そう言ってたんだ。はい、そう言ってました。言ってました、はい、完全に合ってました。完全でした。あ、そうですか。なので、はい、この従来の4つの中から選んでもいいし、うん、後ろにこう携えてあるカップラーメンたち、うん、まあ、お店で売ってるあるだけのカップヌードルを買ってきましたね、今。いや、すごいね、うん、こんだけあったんです。あかんだよね。あるだけでもこんなにあるんだね。揺らすのは見づらい。ほら、なんで揺らすんだよ。腹減ったよ。カップヌードル 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 個食べられるくらい。どれ？ジャミロクワイ、これ。どれ？あったけど。俺も知らないんだけど。俺も分かんない。ごめんね。俺も知らない。ごめん。いや、あの、ジャミロクワイの PV の感じでね。あったよね。ごめん、俺も知らなかった。俺も知らなかった。あ、そうですか。宇多田ヒカルとかね。あったけど。しかも、あれ、ちょっと分かんねえんで。ごめんね。はい。すいません。全然。どうしよっかな。じゃあ、ちょっと、組み合わせ決めます、ちょっと。組み合わせ決めようぜ。ああ。あなたたちも作ると。はい。どうしよう。おー、ありすぎんだよな、量が。ちょっとね、だから、確かにな。これ、わからんけど、見た社員が出したら、おもろいのにな。だから、提案したい。だから、これはもう、ま、こういう組み合わせどうですかっていうの。やってんじゃない、日清さんは。これが50周年だから、次100周年よな。100周年の時に。お願いします。俺の80歳の時に。80の時に、じゃあ、プロジェクトに入って、はい、ぜひ。これとこれがいいって。そう、参考にしていただければ。なるほど。いやー、すごい。圧巻だね、こう見るとね。そう、すごいよ。色味可愛いのよね。選びやすくしない。あー、あんまないけどね。本気ですから、こっちも。すいません。確かに。まあ、いいね、はい。まあでも、今までね、名チューンナップの数々をやってるわけですから、もう、もう爆発はしない。いろいろやっぱ計算してるってことですよね、はい。俺じゃあ、ちょっともう決めていい？お、お。あの、トムヤムクンヌードル。はい。を使いたくて、はい、うん、結構癖ありそうな。そう、これが好きなのよ、俺結構。このパクチーの感じとか。うん。と、何を合わせるかと言いますと、これいっちゃおうか。しびれる山椒、花椒の火鍋ヌードル。ほう。おお。両方ちょっと海外。ちょっとだから、中国とタイのバトルを見てみて。国同士のバトル。バトル。ちょっと戦争してもらって、どっちが勝つかっていうのが気になるから。インアジアだ。インアジアの。アジアのナンバーワンを決めてもらうから。最強決める。はい。なるほど。パクチーと山椒がどっち勝つかっていうね。なるほど。あ、そうか。どっちも確かに強いのか。はい。今これでいきます。はい。なるほど。うわ、どうしようか。そうか。取られると減ってく。あ、確かに。これ。早く決めないと。早めに決めなきゃ。早く決めないと。使いづらいのもね。中にはなんかこれ見たことないけど、まあ、その唐揚げレモン。唐揚げレモン。これだけなんかビッグよね。でっかいのが、ね。あの、大きいバージョン。すごいわ。いいな。うん。ちょっとじゃあ僕言っていいですか？ちょっと。お。もういっぱい今見て思ったんですけど。うん。あの、これと、え、これ。前からこれとこれ。僕、これまだ食べてないんですけど。うん、これとこれ、重ねて。うん。合体、4つ合体。4合体でしょ。4つ合体。フュージョンが。フュージョンとフュージョン合体させます。トランスフォーマーじゃん。トランスフォーマー。4つな。もう戦隊もの。戦隊もの。マイケル・ベイだ。マイケル・ベイにします。トランスフォーマー。あれだよ、これ。あの、ドラゴンボールのさ、海外のファンが同人誌で作ったドラゴンボール AF であった、極悟派ベジタンクスだ。それがフュージョンとフュージョンがフュージョンした。フュージョンとフュージョン。極悟派ベジタンクス作るのか、お前。それしますわ、僕。俺、たけしだったわ。あ、たけしね。竹蔵とね。
トボミー。トボミー。極ご飯ベジタンクス。極ご飯ベジタンクス。極ご飯ベジタンクス。カップヌードルかよ。極ご飯ベジタンクスになるよ、これ。いいじゃん。ちょっと。どうなっちまうんだ。はい、やっちゃいます、これ。行ってみましょう。はい、なるほどな。はい、じゃあ、私は、ちょっと、これ一つ、あの、焼きそばが混ざってんのよ。そうなのよ。そう、なんかあるんだよね。これだけちょっと。汁抜くんだよね。で、ちょっと、うん、挑戦というか、作り方もどうしようかなってなってんだけど、うん、いいよこれ。まあ高いとちょっとアジアで寄るんだけど、うん、これチャパグリいけないかな。あー、チャパグリ。チャパグリって何？あるね。韓国のあのパラサイトに出てさ、うん、辛い焼きそばみたいな感じで炒めてる、い辛い焼きそばじゃん。そうそうそう、だからこれあできてんじゃん。もうできてんのよ。ただこれは水抜いたりしなきゃいけないから、どう作ればいいか分からんけど、ね、ちょっとはははチャパグリに見えてる。チャパグリができんの、ここから。チャパグリ。ヌードルからチャパグリいけんの。すごい。今だこれだけで、このメンツだけでもさ、タイ、中国、韓国、欧風でしょ。ごくごくメンツだけで。欧風。欧風とイタリア行きもいるし。だけどな、あれ。まあ日本だね。すごい。戦いになります。ああ、確かに、ちょっと楽しみ。これ、作ってこい。はい、じゃあお湯入れていきますか。はい。お湯を入れていく入れていく、そして食べていく。で、これ一回湯切りのやつに入れたんだけど、固めで仕上げるから、うん、この茹で汁を、あーなるほど、全然経ってないまだ。入れます。硬すぎない？大丈夫大丈夫。少な少な少な、お湯垂れてる、これ。お湯垂れてる。お湯垂れてます。そういう問題だけど、トントントンみたいな。もう押し込んでいきましょうか。よし、じゃあそろそろいきますかね。お父さんいきます。じゃあちょっと開幕で、おお、これがチーズ、チーズカレーとチリトマ、チリチリ、チリチリ、チリチリ、おお、美味しそう。あとトンソ、トンソね、トンソ、トンソ、確かに混ざってんの。いや、でもすごい、すげえ多く感じる。ちょうど、うん、本当に両方のやつは具材あるね。両方コーン入ってるやつだ。よっしゃ。いや、気をつけてよ。そう、2個持つことないから。いきます。うわ、ずわー、あ、やべやべやべ、最悪。今最悪だ。ちょっと飛んだ。最悪です。ちょっと飛んだ。うわくぅ、あ、まずいね。ないね、ティッシュが。はい、ありました。ありがとう、ありがとう。ちょっと拭くだけ拭く。混ぜ混ぜ。ちょっと混ぜたい、混ぜたい。そう、混ぜたいから。はぁ、あ。はいはいはい。で、ちょっと混ぜさせてもらいますね。ちょっとまだ味噌が。あ、でもいい、味噌強いかな、ちょっと。あ、でも、あ、混ざってきた。いい感じに。うんうんうん。お、色はいいですよ。なんか味噌っぽいね、うん、でも味噌、まあ色が、味噌とカレーがやっぱ強いんかな。うん、茶色っぽくはどうしてもやっぱね、なる。あ、でもいいじゃない、いいじゃないじゃない。え、全然なんかトマトの匂い死んでない。するする何これ。いや、もう、あ、でも、え、でもするわ。いろんなところから匂いする。今多分ここにもするから、うん、多分今いっぱいあるわ、うん、ちょっと、はい、とりあえず一旦、はい、大丈夫です、これで、ああ、太郎さんの、はい、で高い、じゃあ私行きます、ね、まあ、これか、はい、これ、はい、一応前に行っておきますか、はい、トムヤム君と、はい、火鍋ですね、はい、ちょっとじゃあほぐしてから入れていい、まあ、いいよ、感じです、うん、分かる分かる、はい、あれじゃない、はい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 、あ、強そうだな、どっちも。そう、もうね、どっちも強い、いきますね、うん、若干汁少なめで、よっ、スタンバイ、んーじゃー、いいね、あ、いいね、あれなんか、なんか色合い的にマッチングはすごいいいね、あ、まあまあ、あ、どっちの匂いもするな、ちゃんとパクチーとしてる、か、花椒っていうの、なんか山椒の、ホワジャオ、ホワジャオ、ホワジャオの、ホワジャオ、はあ、パイロンの技、ホワジャオがいるよここに。で、俺はね、このペーストね、この後で入れる、これは一回食べてから味変で入れようと思ってます。へぇ、これ何、これが特製ラー油と、トムヤムペースト、はーはー、これはちょっと後で入れます。はい、じゃあもうすっといくわ。俺もその、これまず焼きそばの酢の状態なんだけど、これと似てるからさ、うん、まずこれを混ぜちゃってから、うん、上からも直接俺は最初にかけてしまいます、うん、なんでまあ麺を、うん、はい、投入。まあそうだね、これは。何これ、
綺麗ー、何これ、チャーハンでよく見るやつ、チャーハンで見るな、の乗せ方だな、かわいい、あいいですね、そして上から山ができて、はい、あー、あーなるほどね、はいはいはい、あ、いい汁気、オッケーオッケー、あ、でも見た目は、あ、でもそんな感じなんだよ、混ぜて、はいはいはい、馴染ませて、はいはいはい、はどうなんだろう、そうか、これにタレがあんのか、そうです、あ、でもなんか絡んでる感じは、いいね、はい、で、するよ、うま辛ダレを、はい、焼きそばの方の、焼きそばの方のうま辛ダレを、すーっと、あ、でも、でも、そうじゃん、美味しそうじゃない、うまいかも、めっちゃそれっぽいよ、まず茶葉栗の色してるよ、本当に茶葉栗の色してたでも混ぜていくと、どうなっちゃうのそれ、めっちゃいいね、あれ匂いめっちゃいいな、それの匂い、ソースの感じ、これがやっぱすごい強いのか、匂いが、いいかもいいかも、うん、思ってた通りの匂いかも見た目思ってる茶葉栗じゃない、思ってる茶葉栗結構こんな感じなの、いやこんな感じこんな感じ、匂いすごいね、強いね、はい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 、いろんなやつがいるのにこいつ匂いするわ、完成でございます、ほうやチャパチャパ栗、チャパ栗、じゃあまああれか、時間的に入れた人から入れた順で多分行った方がいいよね、そう伸びちゃうよね、うん、で俺もこれこれあったの忘れてた、今普通にこれ入れた方がいいよね、これ絶対、え、これは高井さんみたいな戦略ではなくじゃなく僕最初から入れます、もうこれ本当に僕は全部だ、これで要は停止されてましたから、要は、はい、なるほどね、商品としては、すげえな、でも癖すごそうなんだよな、これ純粋に4種類なわけじゃん、そうよ、それだけ4種類、まあどれが勝つのかっていう、あーすごい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 、あーすごいすごい、それはそれチーズ、チーズですね、あ、チーズか、はい、あー、そう、カレーチーズがありましたから、どれだろうな、どれなんだろう、じゃあちょっと誰が勝つんだ、そう、まあ、パッと見ならカレー勝ちそうな、そうね、見た目的には、じゃあすいません、いただきます、はいはい、うん、お、うん、どうだ、あれ、ちょっと待ってください、はい、不思議な反応、ああ、ん？マジでどの味か分かんない。あれ？分かんなくなっちゃった。分かんなくなっちゃった。カレーが強いのかなって思ったり、うんうん、でもチリトマの感じもするのよ、うん。でもかといって豚骨の味もするし、うん、味噌の味もするんだよ。あの本当に、あ、でも全部あるんだ。何か一つの味になってるとかではない。ではなく、でも。ちゃんと全部味がする、しっかり。汁は？あ、汁、さし汁飲んでみよう。汁大事だからね。うん、あ、本当に全部の味する。あれ、ちょうど全部一緒、なんか本当にどれが強いかないわ、今。何っぽい？でもチリトマっぽい。いや、チリトマじゃねえ。じゃあチリトマじゃねえか。チリトマじゃんかよ。チリトマじゃねえかよ。全員言ったけど。何だか振り絞って今何っぽいなって出したらチリトマっぽい。チリトマじゃねえかよ。あ、でもチリトマかも。でも、あの、カレーの感じと、うん、そのスパイス、その豚骨のなんかまろやかさな感じが、うん、プラスされてる感じはする。だからまずくはないんだ。あ、全然まずくない。本当に美味しい。めちゃくちゃ美味しい。4つ。うわ。で、意外とそう、だ喧嘩はしてないわ。ああ。うん、どれかわかんないけど、どれかわかんなくなったけど、どういう時に食べたい？本当チリトマ食べたい時に食いたい。じゃあチリトマ食えよ。じゃあチリトマ食えよ。とか、あ、でも全然美味しい、普通に。はあ。めっちゃ美味しい。はい、じゃあ。朝日新茶静香、じゃあ火鍋とともやま。火鍋ともやま。はい。いただきます。うん？トムヤムの勝利。あ、普通に、普通に、普通に。おい、火鍋どこ行った？もっと頑張れよ。ちょっとこれかけていい？一回。あ、そっか。あ、そこれをかけて。特製ラー油と。その前の汁とか大丈夫？ちょっとそうか、汁一回飲んでみよう。そうよ、汁。待って、火鍋は汁強そうだけど。いや、トム。トムヤム強えわ。トム。でも、トムヤムが強いんだけど、ギリギリ。ホアジャンだけが
戦ってる。ギリギリ戦ってる。ギリギリね。これで、でも王者トムヤムがいるから。強いね。パクチーの香りがね。パクチーの、やっぱ、そっか。際立つもんな。強いね、やっぱり。ちょっとじゃあ、ラー油と。クセ強同士だとそうなるんだ。ラー油とトムヤムペーストちょっとかけてやってみます。うん。トムヤムペーストとか美味しそうだな、普通に。いやそういう感じなんだ、意外と。これ味めっちゃ変わるんじゃない？味変わるかも。すげえ待ってた感じ。こっちがトムの黒い。どっちも入れた。ラー油とトムよね。はい。火鍋の方はラー油シンプル。うん。どうなんだろう。一回の量多いな。ふん。さらに。トムヤムのバフが変わったね、さらに差が広がった。そんな感じでしたな。ラー油入れると、うん、ラー油が火鍋の味方するかと思ったらトムヤムの味方し始めた。裏切れた、なんかトムヤムの、うん、アジアンなパクチーの感じとか、うん、なんか感じをさらに強くしてるわ、ラー油が。あータイ、タイ、中国はタイの勝ちでした。あ、タイ強いんだ。でも別に全然おわあの悪くない、うん、普通に美味しい。汁もやっぱトムか。汁もね、トムヤム強めだね。でもやっぱ山椒入ってるからアクセントにすごい良くなってる。うん、うん、トムヤムです。いいね、トムか、強くなりました。ああ俺もう真ん中にいて両端からすする音聞こえてるからよだれすごい。え、そうだよね。待てって言われてる、ね、正直ちょっと今やめつきだったもん。ああ、なんかあの確かにうまい、あのちょっとチリトマト違うわ、やっぱりちょっとうまい。確かに高い解説中にズズズズズズ止められなかった、ごめん。うまうまいわ。さあ食べてしまおうかな。そして見た目はもうめっちゃいいですよ。茶パクリです。茶パクリ、うん、汁もその茹で汁から取ったから少なめに作って。ほんと混ぜそばみたいな。で麺も片面ではあるあったから多分ちょうど焼きそば感が、うん、今いい感じ。それっぽい気すんので ね香りもね、これ香り変えてめっちゃ茶パクリの。ああ、うん、あ、それっぽい。マジだ、ほんとに全然違うよ、この2つとは。あ、全然違うんだ。仕上がり方がすごいかも。確かに焼きそば感があんまないわ。完成されてるかも。確かに匂い強かったもん、ね、変化をついてる一番。ちょっとじゃあいただきましょう。はい、多いな。いくね。あ、でもそういくね。チャパクリです。わあ、できた。すごい。マジ？チャパグリヌードル。チャパグリだってまだないわけでしょ？チャパグリヌードルができた。あ、すごい。味薄いかなと思ったんだけど。あ、な、うん。なんなら濃い。あ、そう、ちゃんと。あ、うまっ。ガツンとくる。すごいな。あ、よかった。マジでチャパグリ。すごいよ、やっぱり。優等生だよ。すげえわ。さすが名チューナッパー。エリートチューナッパー。エリートだね。エリートだね。さすが。最高だ。ちょっとこれ見習いなよ、これ。なんだよ、これ。俺もさ、出揃った後に見たんだけどさ、一番バカじゃない俺。何これ。なんか、こっちは、その、タイと中国のバトルみたいな、ちゃんとコンセプトあって。これ何？これ、もうただ、普通に、強そうみたいな。僕の考えた最強ヌードル。強さだね。4つあるから、強さ。味いっぱいあって美味しい。美味しそう。最高。最高。うん。そしたらチートみたいになっちゃったから。すげえな。うん。まさか。あ、でもすごい。やっぱなんかちょっと変わったらね。じゃ、これは。これでもまだまだ何通りもできるから。いや、そうよ。こっから遊べる。えぐいんじゃない？だって、通り数で言ったら。やってほしい。見つけてほしい。見つけて。見つけて。コメントをくれ。確かに。これとこれがいいっていうの。よかったらください。でもアカデミー賞受賞。これちょっと日誌に送ってみようぜ。